今日最初のお客様は麻生恵子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、麻生さんね、はい、先日あの岐阜羽島の市長にお会いしましたね。はい、はい、この市長の1時間半ぐらいのですね、はい、公務の中で我々のために撮っていただいた、はい、それは何かというと、ええ、要するに幸せ探しに岐阜羽島のヒットをね、はい、より一層岐阜羽島自体が応援いただけるようにね、そうですね、はい、はい、新幹線の中とかで流れたりしたらとてもまた嬉しいんですけど ね、 そうですよね。なんか岐阜羽島の駅がにぎわいそうな感じがしますよ ね、 そうですね、皆さん真ん中へ真ん中へ、はい、全国からですもん、ね、はいはい、そのためにもね、麻生さん一生懸命頑張って歌ってください。はい、はいはい、頑張ります。はい、幸せ探しに岐阜羽島です。ついてきた、ひたすら信じてついてきた。これからの人生を大きく変えるため、夢という名の汽車に駅が岐阜羽島、真ん中へ真ん中へ、日本の真ん中へ、北から南西東、幸せ探しに岐阜。長い人生お前と二人、幸せ一つ夢一つ、勝ち抜きの人生に疲れた俺たちに、敗者復活人生があるよ岐阜の羽島には。真ん中へ真ん中へ、日本の真ん中へ、北から南西東、幸せ探しに岐阜。